元中日のエースで通算219勝を挙げた野球評論家の山本正史58が4日までに更新された東海テレビの公式 YouTube チャンネルドラホットプレスに出演現役時代の罰金話を振り返った動画では中日で同僚だった山崎武史氏とテーマ衝撃の罰金についてトーク30年近く前の話 山本正氏しと両者が挙げたのは中日星野監督時代の裏話だ。お互いに7桁100万円単位の罰金はあったと告白したが山本氏には忘れられない罰金エピソードがあった。当時チームには外国人選手の初級に打たれたら罰金という戒めがあった。ところがある試合で初級に決勝スリーランを打たれた投手がいて と山本氏が振り返った。当然、星野監督は激怒。まさ、連帯責任や、当主、全員から30万取って来い。と集金係を命じられた。運悪く、翌日からは東京遠征。次の日に名古屋駅で、みんな俺のところに30万円持ってくんのよ。現金で、と山本氏は改装し、カバンも持っていなかったから、 うちポケットに12人分の罰金を入れていた。もう、ポコポコ、トムネのあたりが8キ連ばかりに膨れ上がった。そのため、寝れもしないから、新幹線でずっと東京まで、と緊張しながら移動したという。しかし、かわいそうだった当主が一人いた。その当主は、僕、今日上がってきて、まだ投げてないんですけど、僕も30万持って行った方がいいですか、と恐る恐る聞き。 困った山本氏もとりあえず、持ってきてくれ、と徴収することに。これには山崎氏も、これほど理不尽な話はないっすね、と笑うしかなかった。ただ、後日、監督賞、などの形で罰金は返ってきたといい、山崎氏は、昔の良き思い出。今となっては恨みはない。その分、稼がせてもらいましたからね、と話し、山本氏も、恨みはないね。 試合で使ってもらったからと納得していた。